こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、レッスン25とドラッグパラディのナンバー1、ナンバー2をまとめてエチュードで覚えてしまいましょうというコーナーでございます。それでは、こんな感じですね。全部同じ系統なのでまとめて覚えてしまいましょうということですね。エチュードの1位ですね。これはですね、4分の4拍子でありますね。で、いつもの3連携に掘り込んだエチュード2があるということですね。そうするとですね、エチュード1の方は、ドラッグパレードナンバー1がずれていくんですけど、エチュード2の方は、レッスン25とナンバー2の方がずれていくという形になっていきます。それでは、やっていきましょう。はい、エチュードの解説ですね。これ、タットラット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 。これはですね、右、右、左。これ一方通行なんですね。で、タットラット、ここでパラディドルを入れることによって、ドラッグパレードナンバー1になります。で、1、2、3、4。3つやると、いつものパターンと一緒ですね。ロールの時にやりましたよね。5、9、13、7、11、15でやったと思いますが、それと同じです。ね。で、ここは、普通の、ナンバー2になると、2拍子側に合うので、こう、3つ入ります。そうすると、左手から始めます。めんどくさいに書かなかったですが、左から全部反対で始めて、ここまでやって、1回終わり。これ何回か続ける練習をしてみてください。では、ちょっと一回試しにやってみたいと思いますので、聞いてください。エチュード2ですね。このエチュード2がこの厄介でですね、タットラット、タットラット、本当はここで途切れてるんですけど、3拍子なので、まあ、フィールは8-6ってことは3拍子フィールなので、ブンチャッチャー、ズンチャ、足はバストラ、ハイハット、ハイハット、バストラ、ハイハット、ハイハットって踏んでます。なので、ここをまたぎます。タットラット、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 というふうにまたぎます。で、ここはそのまま整数版なので、タットラット、タットラット、ね、ここが、タットラットラットットット、タットラットラットット、タットラットラット、パラディドの時にやってるんですね。このやり方。で、また逆転するんで、左から全部始めていくということですね。ここが結構厄介ですね。これがなかなか、はぁーみたいな、わっきわからーんというふうに思うかもしれませんが、だんだん慣れてくると思います。で、コツはですね、ここだけ覚える。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 つなげてみたら、こう、ずれ方がわかる。で、上に大きくこれが乗っかってる感じですね。これを最初から上でやると、もう3拍子がわけがわかんなくなっちゃうね。3拍子のここだけ、ここだけ。で、ここだけ練習する。ここだけ、ここだけ。そして、ここだけ練習する。っていうのを繰り返して、で、右からも左からもできるようにすると、このエチュード2が、エチュード2が結構むずいですが、これやっぱり3拍子のね、ゆっくりのスローブルースとかやってるときに、ワンチャッチャー、ワンチャッチャー、ズンズッズッパッツッツッダドラッ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 みたいなドラムソロやると、エルヴィンボーイみたいな感じになると思いますので、ね、ぜひやってみたいと思います。それでは、聴いてみましょう。はい、それではですね、こういうドラッグ、ラッ、ラッっていうのを入れるとですね、空白いっぱい使うとすごいジャズっぽいドラムソロができるんですね。でドラッグだけでドラムソロ、これ前、フィリーとかもよくやるんですけど、これも前解説してるんですけど、そこら辺も入れて、ちょっとドラッグばっかりを使った、ドラッグパラディドナ、S25、ドラッグパラディドナンバー1、ナンバー2、そしてドラッグだけみたいなのを使ったドラムソロをちょっと結構やってみたいと思います。ちょっとね、こう、フリーみたいな感じでもやってみたいと思いますね。で、インテンポになってみたいな形でやってみたいと思います。それでは、ちょっと聞いてみましょう。
ドラッグはジャズらしいソロになるので、ものすごい効果的ですね。で、もうさっきやったみたいに、四分音符をドラッグ入れてるだけでずっとドラムソロになるんで、もうドラッグは覚えるに、もう覚えないわけにいかないぐらい、もう覚えたらもう、別にできなくてもいいけど、できたらもうこんな簡単なことはないぐらいジャズっぽくなるので、ぜひ、ぜひぜひ取り入れていただきたいなということで、ちょっと今日のエチュード2とかは難しいですが、まあ、時間のある時に、パッと練習できますので、やってみてください。本日は以上になります。今日は最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。